吉田さん、お金がありますよね。このお金っていうのは実はコピー品だって噂があるんですよ。でもよく考えたらお金っていうのは原版があってその原版にインクを入れてガシガシ吸っているからコピーの連続なんですよね。ということはお金の本物ってコピーされたものなんでしょうかそれとも原版が本物なんでしょうか。こういったところに気づいた方がね実はアーティストの中にいて。 ゼロ円札っていうのを作ったらしいんですよ。ゼロ円札っていうのを紙にこう書いてね、成功に。それこそ、リアルなお札みたいなものを作ったらしいんですよ。ゼロ円札。さあ、果たしてこのゼロ円札、いくらの価値がついたんでしょうか。もちろん、決済することはできないはずなんですが、なんと380万円という値で売れたらしいです。不思議ですね。日本政府が認めたお金、1000円と書いてあれば、 1,000円の価値しか生まないのに誰かが作った0円札は万ですよ。一体これは何なんでしょうか